Go! かっこいいギタリストの竹下敦です。はい、先ほどね、私の先輩である、S さんと、電話でお話ししまして、 S さんがですね、開口一番相変わらず下手くそな歌を歌ってギター弾いてるなと、まあおっしゃる通りね、ギター下手だしね、歌も下手なんですよ。ね、そんなね、下手くそな私でもね、とてもね、楽しめる音楽、それがレゲエです。レゲエはいいですよ。レゲエ何がいいかっていうとね、おっさんの音楽です。おっさんが楽しめる音楽、それがレゲエ。レゲエといったらね、やっぱりボブ・マーレーですよ。ボブ・マーレーといったらね、やっぱり、まあ、ノーマンのくらいなんですけど、ここは一つコンクリートジャングルいきましょう。基本的にレゲエはね、一小節の中で四分の四拍子なので、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、これが一般的な4拍子です。というのはレゲエの場合は2拍4拍1、2、3、4、2、2、3、4になるわけです。1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4。はい、ですね、ロックンローラーの方はですね、こういうノリなんですけど、レゲエの場合はこうクネクネしましょう。クネクネしながら、うんうんからやります。なんとなく疲れないし、これつっちゃっちゃでね、これね、レゲエのかっこいいかかっこ悪いかのね、判断基準はね、全部ダウンピッキング。よくね、でレゲエ弾かれる、ね、方多いんですけどね、こうそうじゃなくて、あくまでアタックはダウン。逆になればいいんですよ。いっちゃおう。もしくは、ね、これはね、実はね、1小節か4小節で完結しないんです。もっとね、長いうねりの中でね、一つの、A メロなら A メロの中がね、すごく大きな流れ。ここはね、ここの低いとこからぐー上がってって、でサビ行くわけです。これに関してはね、まだ今度譜面に起こしてね、ここみたいな感じで説明したいと思います。今回はね、ジャンルで言うとレゲエのお話いたしました。レゲエはね、もうおっさんの音楽なんで、ぜひ楽しんでください。それではまた、
See you soon。 はい、かっこいいギタリストの竹下敦史でした。礼儀が楽しいよ。